プラコマ、今日のガンプラ紹介、ガンダムベースイベント限定編。今日紹介するキットはこちら、 RG144/1 ガンダムベース限定ニューガンダムチタニウムフィニッシュ、2020年2月8日発売。お値段税込み9350円。抜群の稼働に圧倒的な情報量を誇る RG144/1 ニューガンダムが超豪華限定仕様になって登場。白色の外装にはチタニウムフィニッシュ加工を施し、非常に豪華な仕上がりに。ブレードアンテナ、胸部のパーツにはパンツや消し金メッキを施し、荘厳な仕上がりに。内部フレームや武器パーツにはメタリック成形色を使用。限定品ならではの美しいパッケージデザイン、商品の持つ高級感、金属感を表現した豪華仕様でございます。 HG144/1 ガンダムベース限定ザク2タイプ C6R6 ペインティングモデル、2020年5月30日発売。お値段税込み2420円。川口名人完全監修、ザク2タイプ C6R6 のペインティングモデルが登場。塗装に最適なシンプルな色数のランナーが付属。肩のスパイクアーマー接続箇所や胸部装甲のバルカン砲も精密に再現。ベルト球弾式マシンガンをはじめ豊富な武装が付属。川口名人による製作ワンポイントテクニックの解説が付属。付属品、ベルト球弾式マシンガン1、バズーカ1、バズーカ用予備マガジン2、体感ライフル1、ヒートホーク各1、展開収納ライフル、バズーカ用右手首1、拳左右一式、左平手1、 PG60/1 ガンダムベース限定 RX782 ガンダムチタニウムフィニッシュ、2020年5月30日発売。お値段税込み27,500円。 PG60/1 RX782 ガンダムが超豪華限定仕様になって登場。ホワイトの外装に施したチタニウムフィニッシュ加工に加え、全身の外装に艶消しメッキ加工を施したことにより荘厳な印象に。内部フレームにもメタリック成形色を使用、よりメカニックな印象に。ガンダムベース限定 MS 汎用ハンガー、2020年5月30日発売。お値段税込み2860円。144/1スケール、100/1スケール、60/1スケールに対応可能なモビルスーツハンガーが登場。大型 MS、小型 MS に合わせた細やかなサイズ調整も可能。様々なスケールに合わせて自分だけのカスタマイズハンガーに組み替えが可能です。組み替え例、例1、60/1スケール大型用1個、例2、60/1スケール用1個、144/1スケール小中型用2個、例3、100/1スケール用1個、144/1スケール小中型用1個、例4、144/1スケール大型用1個、144/1スケール小中型用2個。 MG100/1 ガンダムベース限定 V2 アサルトバスターガンダムバージョン過渡期チタニウムフィニッシュ、2020年5月30日発売。お値段税込み16,500円。宇宙世紀が生んだ究極のモビルスーツが超豪華限定仕様になって登場。ホワイトの外装にはチタニウムフィニッシュ加工を施し、豪華な仕上がりに。ゴールド部分には艶出しメッキ加工を施し、よりきらびやかな印象に。内部フレームや武器パーツにはメタリック成形色を使用。 V2 アサルトガンダム、 V2 バスターガンダムも組み替え式で再現可能。 SD ガンダムクロスシルエット、シャア専用ザク2クロスシルエットフレームバージョン、クリアカラー、2020年6月6日発売。お値段税込み1100円。2つのシルエットが楽しめる SD ガンダムクロスシルエットシリーズからシャア専用ザク2がクリアカラーになって登場。
モノアイはレールにより稼働。おなじみのザクマシンガンに加え、ザクバズーカ、ミサイルポット、ヒートフォークが付属。同梱の SD ガンダムクロスシルエットフレームにより高等進化を実現。広い稼働範囲を生かしてキックポーズもクールに決まる。 HG144/1 ガンダムベース限定ドダイカイ 21st Century リアルタイプバージョン、2020年6月6日発売。お値段税込み1650円。川口名人完全監修のオリジナルカラーのガンプラが登場。リアルタイプカラーを彷彿とさせるオリジナルイラスト風パッケージ。限定品オリジナルの水転写デカールが付属。航空機を感じさせる各所のディテールを精密に再現。モビルスーツの登場シーンを再現できるハンドグリップやランディングギアが付属。ハンドルの収納、引き出し再現やギアの膠着状態を差し替え式で再現可能。フットレストが稼働し、搭載するモビルスーツ別売りの大きさや形状、アクションポーズにもフレキシブルに対応。 HG144/1 ガンダムバルバトスルプスレックスアイアンブラッドコーティング、2020年6月6日発売。お値段税込み2750円。 HG144/1 ガンダムバルバトスルプスレックスが重厚感のあるアイアンブラッドコーティング仕様になって登場。バルバトスの前高を超えるサイズの超大型メイスを装備。超大型メイスのグリップは収縮し、腰部の装着可能。握り手に加えて平手状のハンドパーツも付属。テイルブレードにはリード線を使用。両腕にはサブアームを内蔵し展開可能。 HG144/1 コアガンダムリアルタイプカラー&マーズ4ユニットダイブイントゥディメンションクリア、2020年6月12日発売。お値段税込み1650円。ガンダムビルドダイバーズリライズよりリアルタイプガンダム風カラーリングのコアガンダムとマーズ4ガンダム用装甲パーツのセットがラメ入りのクリアカラーになって登場。新機構コアドッキングカスタムを採用。カラーやウェポンを組み合わせて自分だけのオリジナルガンダムを作ろう。ポージングが決まるクリアレッドの台座が付属。 MG100/1 ガンダムベース限定ガンダムバルバトスクリアカラー、2020年6月12日発売。お値段税込み4950円。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズから主役機であるガンダムバルバトス第4形態がクリアカラーになって登場。成型色がクリアカラーになって内部機構のガンダムフレームエイハブリアクターの魅力がより鮮明に。内部構造であるガンダムフレームは劇中設定を深く交渉し細部まで再現。シリンダーにはシルバーメッキを採用。胸部のエイハブリアクターには回転するギミックを搭載。上半身に盛り込まれた可動軸により内部フレームとシリンダー、装甲が連動。これにより躍動感のあるポージングが演出可能。肩部のシリンダーは引き出す動きに追従するメカニカルな構造を再現。バルバトスのアグレッシブなポージングを表現可能。膝はフレームとシリンダーが連動して稼働。膝裏のパーツを引き出すことで可動域が拡大し自然な縦膝も可能。待機姿勢では左右へのスイング、股関節の軸可動を再現。特徴的な見下ろしの待機ポーズが楽しめる。ハンドパーツは3種付属の差し替え式。武器は武器持ち手の指と合わせて手のひらにつける仕様。メイスはグリップと先端をスライドさせることが可能。滑空砲の方針にはスライド折りたたみギミックを搭載。ロック機構により遊びやすさを追求。 MG100/1 ガンダムベース限定カタパルトベース、2020年6月12日発売。お値段税込み2530円。100/1スケール専用のカタパルトベース2種がセットになって登場。2種のカタパルトベースは連結が可能。コクピット搭乗用リフトの展開が可能。ステップは後部がせり上がり
前方へスライド。モビルスーツの射出シーンが再現可能。カタパルトベースの裏面にはディスプレイアームの収納が可能。パイロットや整備クルーのフィギュアが付属。ハローキティ、RX78 にガンダム、SD、EX スタンダード、クリアカラー。2020年6月13日発売。お値段税込み2530円。夢のハローキティとガンダムのコラボ企画。ガンダムとハローキティのセットがクリアカラーになって登場。ガンダムとハローキティの合体形態も再現可能。ランナーはキティちゃんフェイス型。リンゴパーツやリンゴ型の台座にも鮮やかなクリアレッドを採用。キティはお座りポーズも可能。ハロプラ、黒い三連ハロ、クリアカラー。2020年6月19日発売。お値段税込み550円。内部構造まで再現しながらも簡単に組み立てられるハロプラから黒い三連星仕様のハロがクリアカラーになって登場。耳は開閉し、手足は差し替えで再現。他のハロプラやプチッカイとの連結が可能。余剰パーツは台座に収納可能。3基分のナンバーを再現できるホイールシールが付属。144/1ガンダムベース限定システムウェポンキット7。2020年6月19日発売。お値段税込み990円。ガンダムベース限定のシステムウェポンキットが登場。144/1スケールに対応した射撃系ウェポン、格闘系ウェポン、各種ハンドパーツが付属。超緻密なパーツを組み合わせて自分だけのオリジナルウェポンを作り出そう。セット内容、ロケットバズーカ1、オプションパーツ一式、ツインビームスピア1、オプションパーツ一式、各種ハンドパーツ。144/1ガンダムベース限定システムウェポンキット8。2020年6月19日発売。お値段税込み990円。ガンダムベース限定のシステムウェポンキットが登場。144/1スケールに対応した射撃系ウェポン、各種ハンドパーツが付属。超緻密なパーツを組み合わせて自分だけのオリジナルウェポンを作り出そう。セット内容、ハイパーメガランチャー1、オプションパーツ一式、ビームスプレーガン1、オプションパーツ一式、各種ハンドパーツ。 RG144/1 ニューガンダムクリアカラー、初回生産限定パッケージ。2020年6月19日発売。お値段税込み4700円。機動戦士ガンダム逆襲のシャアから RG144/1 ニューガンダムがクリアカラーになって登場。2色のクリアホワイトを使用することにより RG 特有の装甲の階層をクリアカラーでも表現。機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの特別パッケージ仕様。 HG144/1 ガンダムベース限定デスティニーガンダムスペシャルコーティング。2020年7月10日発売。お値段税込み4400円。機動戦士ガンダムシードデスティニーより主役機デスティニーガンダムがスペシャルコーティング仕様で登場。外装には銀メッキを施し、重厚感あふれる仕上がりに。胴体に内蔵された二重関節によりデスティニーガンダムに特徴的な前屈するアクションを再現可能。ハンドパーツは武器を保持できる握り手やパルマフィオキーナ用の開き手が付属。アロンダイト高エネルギー長射程ビーム砲、ビームブーメランほか豊富な武装が付属。迫力のポージングを彩る豊富なエフェクトパーツが付属。 HG144/1 コアガンダム G3 カラー&ビートルユニットダイブイントゥディメンションクリア。2020年7月10日発売。お値段税込み1650円。ガンダムビルドダイバーズリライズより G3 ガンダム風カラーリングのコアガンダムとビートルーガンダム用装甲パーツのセットがラメ入りのクリアカラーになって登場。
新機構コアドッキングカスタムを採用。カラーやウェポンを組み合わせて自分だけのオリジナルガンダムを作ろう。ポージングが決まるクリアグリーンの台座が付属。 RG144/1 ガンダムベース限定ユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、2020年8月7日発売。お値段税込み7,700円。機動戦士ガンダムユニコーンよりペルフェクティビリティが登場。 RG ならではの圧倒的なディテール表現、そしてパーツ分割によるカラー表現により精巧なペルフェクティビリティが誕生。各アームドアーマーは展開と格納状態が再現可能。ハイパービームジャベリンをはじめとした豊富な武装に加え、抜群の可動域を確保し大胆なポージングが可能。ハロプラガンダムベース限定モビルハロガンダムベースカラー、2020年8月7日発売。お値段税込み1,320円。アクションポーズも楽しめるボディユニットをまとったハロがガンダムベースカラーになって登場。ハロをロボットとしてカスタマイズ可能にするメカをキット化。ガンダムベースオリジナルのスペシャルマーキングシールが付属。登場しているハロは着脱が可能。 MG100/1 ガンダムベース限定ファッツバージョン KA チタニウムフィニッシュ、2020年8月8日発売。お値段税込み 24,200円。ガンダムセンチネルよりファッツが豪華限定仕様になって登場。ファッツの代名詞ともいえる圧倒的ボリュームの外装にはチタニウムフィニッシュ加工を採用。重厚感を際立たせる。頭部のアンテナやハイパーメガカノンには金メッキパーツを使用。高級感あふれる仕上がりに。カトキはじめ氏監修のもと、武装と追加装甲を新規解釈で構成。重厚感を維持しつつ、ドン重にならないプロポーションを追求。前腕にロール可動を採用し、幅広い可動を実現。腕を水平に上げた際には、追加装甲が干渉しないよう、連動して可動する構造となっている。足を上げる際には、フロントアーマーの追加装甲を上方向に展開することで、可動域を確保。各部に仕込まれたミサイルポッドはバージョン KA ならではの解釈を盛り込み再現。手動でハッチを開閉し、内蔵されたミサイル発射状態でのディスプレイも楽しめる。異なる胸部のナンバリングを含むバージョン KA ならではのデカールが付属。作品中でのファッツ正体を再現可能。 HG ガンダムベース限定モビルドールメイガンダムベースカラー、2020年9月11日発売。お値段税込み2,750円。ガンダムビルドダイバーズリライズよりモビルドールメイが爽やかなブルーのガンダムベースカラーになって登場。ガンダムベースオリジナルのスペシャルマーキングシールが付属。 GBN 内でメイが登場しているモビルスーツ状態とリアルでのメイの姿への組み替えが可能。フェイスパーツは3種類付属。瞳はシールと水転写デカールが付属。ポージングが決まるクリアブルーの台座が付属。 HG144/1 ガンダムベース限定ペイルライダー陸戦重装備仕様クリアカラー、2020年9月11日発売。お値段税込み2,200円。ゲームソフト機動戦士ガンダムサイドストーリーズに収録されたエピソード機動戦士ガンダムミッシングリンクより陸戦用装備を完走したペイルライダーがクリアカラーになって新登場。陸戦重装備仕様を再現する様々な武装が付属。折りたたみ可能な 180mm キャノンをはじめ 90mm ブルバックマシンガン脚部ミサイルポットなどの陸戦用装備が付属。スパイクシールドは先端に伸縮可能なパイルドライバーが付属。クリア成形のバイザーとシールの選択によりノーマル状態とハデス発動時の姿を再現可能。欲しいキットは見つかりましたか？プラコマチャンネルでした。また次回。